はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、最強儀式デッキが爆誕したんで、ご紹介していきたいと思います。今月デュエルキングを達成いたしました聖戦術式タロットレイデッキです。はい、最強です。このモンスターねめちゃくちゃ強いわやっぱり強かった。ミエルちゃんの最強モンスターね、これ。あのアークファイブでミエルちゃんっていうなんかそのあのキャラクターがいて、女の子がいて、でその子が扱ってるモンスターなんですけど、タロットレイのねやっぱね性能はねぶっ壊れとるね。ああ、でこいつまあもう一度一応説明しておくんですが、これ何ができるかっていうと、このモンスターね、フィールドの裏側表示のモンスターを表側にする、もしくは表側の表示モンスターを裏側にする、太陽の書と月の書をフリーチェーンで打つことができる。で、どれかどっちか1個しかね、発動できないんだけども、相手ターンでも発動できるっていう誘発即時効果っていう最強の遊戯王のテキストが書いてあると。で、さらに、このモンスターは、3番目の効果で、エンドフェーズに自分の手札、または墓地から、リバースモンスターを特殊召喚できる。裏側支部表示で。これがね、超噛み合ってんだよね、こいつと。で、このデウスエクスクローラーっていうモンスターが、やっぱ環境的にもすげえ強くて、これ相手のフィールド上、もう環境的にかもうどこの環境でも強い気がするけど、これスキルドレインなんですよね。実質。なんか生きるスキルドレインみたいな。まあ、スキルドレインよりは強いか。発動した効果全部無効化されるんで、しかも、こいつがいる状態だったら永続効果だよね。なんで、こいつが、そのなんか表側になれば、もう相手かなり厳しいんですよ。かなり。もう2番の効果ね、リバースしたこのカードがモンスターゾーンに存在する限り、相手のフィールドのモンスターが発動した効果は無効化される。だから、そのフィールドで発動する効果だったら何でも止められるんで、ちょっとスキルドレインとかと違くてさ、例えばウィッチクラフトとか、ああいうモンスターってフィールドで発動して墓地行くと、なんかスキルドレインの効果は一応回避できるんだけど、このデウスエクスクローラーっていうのは発動した効果は全部無効化されるって書いてあるから、その、フィールドで発動した効果だったら、その後どこに行こうと、結局無効になるっていう、すごい強いんですよ、こいつ。まあ、スキドレよりも強い。生きるスキドレ。と俺呼んでるんだが、この2番の効果がマジで強い。これとこれを組み合わせると、あまりにも最強の盤面が整うというね。まあ、そういうね、ギミックです。はい。で、デウスエクスクローラーをサーチできるように、この召喚成功時にリバースモンスターを加えられるっていう、裏風の精霊をガン詰めしまして、で、これで、まあ、デウスエクスクローラーとか、この間の動画でもやったけど、サブデラマリス、エルガウスとかをサーチして、まあ、儀式をしていくみたいな感じですね。で、儀式魔法と儀式モンスターは、頑張ってコズミックサイクロンでサーチします。まあ、マンジゴットないし、召喚剣、裏風と被るしみたいな感じなんで、ここは頑張ってコズミックサイクロンで頑張る。で、防御技としてクリウォールと、まあ、月の書と高カスが入ってるって感じですね。相手のモンスターを破壊するっていう、この高カスの落とし穴と、クリボールで、まあ、ライフ調整をしたり、あと、こいつ結局、デウスエクスクローラーと、タロットレイがいる場合って、結局相手は戦闘で相手も、このモンスターを破壊することしかできないんですよね、基本的には。効果が無効になるんで、モンスターのね。だから、大体殴ってくるんですよ、結構。この、デウスエクスクローラーとか、タロットレイを殴ってくるんですよ。だそこで、クリボールってドッジボールをすることによって、相手を絶望の淵に叩き落とすっていうね、そういうギミックです。はい。早速ね、かなり強いです、このデッキ。やっぱりね、このコンボがマジで強いから、早速、ちょっとご覧いただければなと思いますんで、やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、舞ちゃん、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。カリーバ。カリーバ。オッケー。デュエル。カリーバ。反応的には、トップで儀式モンスターか儀式魔法が1番とかって感じです。コズミックサイクロン2枚でハーピーは結構そこそこ黙るんで、割となんとかなるとは思います。はい。だからトップコズミックサイクロンだったら、ちょっと、あ、でもトップコズミックサイクロンでもいけるか。2発打ってもいいんだ。1発打って儀式し、使い手して、もう1発打って儀式の使い手すればいいから、ワンチャンありますね、これ。これ反動できればでも儀式がいいけど、儀式モンスターか儀式魔法かどっちかがいいけど。はい。で、パフューマね、オッケー。エンドフェイズ、なんか弱えな、相手反動。なるほど。行きましょう。ドローです。あー強かった。最強かった。コズミックサイクロンでいいか。コズミックサイクロン発動。で、相手の伏せカードを1枚除外することによって1000ライフを払ったことによって、これが実質満樹なんでね。コズミックサイクロンが満樹っていう。コズミックサイクロン満樹っておかしくね。はい。で、裏風の精霊で持ってくるのはこれ。デウスエクスクローラー、これで割り切れるか。
あ、いや無理だ、エンドフェイズだ、エンドフェイズ装置が無理だ。こいつこうして、で、ここカツは残しよっか、ここカツを残すプレイングかな、ここは。で、ゲッションを使えた、ゾウ。で、ゲッションを使えてね、コズミックサイクロンを、デッキに戻して、魔法カード持ってくる。はい。これがまんじゅうですからね。リンクスミンはこうやってまんじゅうゴッドを使います。はい。コズミックサイクロンがまんじゅうゴッドです。おかしいよ、絶対。まんじゅうゴッドよこせ、ゴミが。ゴミ運営。ゴミ運営聞いてるか、マンジゴットマジでよこせ、ゴミ運営。タロットレイ出してく。で、カード打ちます。セットでーす。バトルフェイズでーす。これはどうやってやったら打点ができるんだ、これで、こうして打っ、あ、でもあれか、これ裏が、裏にしてから1000アンペアに打ったから打点強かったか。こうか。裏にして1800で殴って、あ、でも、あれやわ、結果オーライ。これね、もう即刻スキルドローインするわ。ちょっと待ってね、相手ね、多分ね、これモンスター効果使えなかったらかなり辛いと思うんだよね。で、エンドフェイズ、違う、これじゃない、ちょ、分かりにくいな。あ、それ、これ、この効果で、エンドフェイズ、墓地か手札から、リバースモンスターを特殊召喚した上での、さらに、聖戦術式タロットレイの効果発動。起きろ、デウスエクスクローラー、起きろ、おらハイスキルドレイン、ハイスキルドレイン、ハイスキルドレイン行きまーす。はい、あー、跳ねやすいのいいですよ、全く問題ないです、はい、でモンスター効果はちなみに全て無効になっております。現状相手フィールド上で発動したモンスター効果は全て無効となっております。強いですね、強いんごね、強いんごね、本当にこのモンスターは。デウスエクスクローラーっていうこのモンスターマジぶっ壊れてるんで、効果書いてることマジ強いんですよね。裏風の精霊ちゃんもなんかそこそこ打点だけのも強いしな。これ一応裏側にしとくとね、対象に取られた時になんかその表にして向こうに下返しするみたいなことができるんだけど、まあ、そんなことよりもスキルドレイン発動しといた方が相手はきつらいっていう。あ、え、大丈夫、テキスト読んだ、テキスト読んだ、それ、はい、テキスト読まない、さすが狩場使い、狩場使いはテキスト読まない。あのね、カードパワーに頼ってるやつは毎回こうなる。カードパワーに頼ってなんかそのコピーデッキみたいなやつを使ってるやつは大体こうなる。うん、あ、でもあの伏せはちょっと怖えな、あの伏せはちょっとだけ怖え、マジでカードパワーに頼ってるからそうなんだよ、テキスト読まねえから。あ、光ってんな、怖えな、とりあえず聖戦術の儀式をかましていく。まあでも狡猾だったと しても狡猾ねえか、相手、いや1枚入ってる構築結構あると、構築はコピーデッカーだった場合、多分あれ伏せカードが1枚狡猾っていうパターンもある、全然ぶん殴っていくしかない。バトルでーす、裏風の精霊でアタックでーす。あ、ネスト、あ、全然いいよ、全然いいよ、全然いいけど、それ出したところで誰一人効果発動できないけど、結局はできないっていうか、まあ、無効になるけど、いい、出したところで何にも起きないよそれ。はい、いいよ、1700打点抜けてねえし。いや、このデッキ強すぎなんだが。はい、完封、まあ、とりあえず1個俺から言えることはまずテキスト読もうっていうことに。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方いきまーす、ユメル君いきまーす、ハンド強、ハンド強いよ、モンスター効果発動だよ。あー、でもあれか、バウンサーかなんか立てられるときついか、雷電流いいよ、バウンサーちょっとめんどいな、はい、雷潮流いいだろ、いいだろう、あ、弱い、よしよし弱い、やつはデウスエクスクローラーで黙る。で、裏風の精霊を召喚、裏風の精霊の効果を発動、サンダードラゴンデッキっていうのはね、マジでデウスエクスクローラーめっちゃ辛いんだよ、発動だよ、めちゃくちゃ辛くて、あのデウスエクスクローラー、あいつマジであの横で置いといたら結構黙るんだよね。デウスエクスクローラーでからの聖戦術の儀式発動で、デウスエクスクローラーを墓地にぶん投げて、で、タロットレイを特殊召喚、あいつは別に殴ってみるか、別に殴ってみや、あれサーチ入れても別にいいや、全く問題はない、全く問題はないっていうところを見せつけてやるぜ。で、いいや、もうスキルも使っていいよ。スキルも使っていいよ、もうご自由にどうぞって感じ。
これもうデウスエクスキューのパワー見せるね。でエンドフェイズ行きます。エンドフェイズのタロットレンの効果発動です。墓地のデウスエクスクローラーを特殊召喚です。タロットレイの効果を発動します。スキルドレインです。そして手札にはクリボール、完璧や、あまりにも完璧、闇からの言い訳いいよ。じゃあいいよいいよ、全然いいよ。でドローして、雷電流がなんか除外しな、いいよ全然いいよ。もうあのレビオニアとか何にも怖くない、レビオニアとか、あとオッドアイズアドバンスドラゴンとか、まあトレイミスとか、何にも怖くない。バウンサーも何一つとして怖くない。サンダードラゴンデッキは、まあ、魔法トラップがね一番きついんですよね。表になった時に、まあ、例えばこういうタイミングで、まあ、狡猾な落とし穴とか、まあ、インガ切断とかあったら、あのタロットレイで裏返しも、まあ、一応回避できるんでなんとかなるんですけど、一番辛いのは狡猾ですね。狡猾をぶち込まれる、込まされるっていうことが一番辛いんですが、まあそれも3体以上がもう全然全くいい、もう全然どうぞご自由にどうぞ。本当にレビオンには怖くないデッキすごくないこれ。雷電流はいいよ。除外ゾーンのね、あのモンスターの効果にはデウスエクスクローラー君は干渉しないんで、フィールド上のモンスターの効果だけには干渉します。はい、相手のフィールド上で発動した効果は全部無効化されるという。まあ、スキルドレインとちょっと違ってね、その発動はできるんで、一応コストとかは払うことはできます。はい、コストを払うことはできるし、66はいいよ。特殊召喚コストを払うことはできるし、あとなんだ、だから獣召喚するんじゃん。例えば獣召喚して、まあ、雷獣流か雷電流除外とかまだできるんだよ、テクダの。だけどその後のあの獣でなんかそのデッキからもう一枚除外することはできないみたいな感じ。ちょっとね、若干、はい、でこれクリボール2枚あるんで、あ、実質月のちょっとクリボールあるんで大丈夫です。はい、でバウンスするのはこれあれか、自分のカードバウンスするか、それとも俺のカードをバウンス、あ、そう、全然関係ないね。あー、もう全然いいよ、全く問題ないね。はい、どうする。さあモンスター効果が無効になっている、大丈夫かユベル君。メインフェーズ終了いいよ。バトルフェーズいいよ。まあ、とりあえず裏返しにするのはあのゼロのモンスター裏返しにするか。ゼロモンスター裏返しにして、はい、やつは裏風の精霊でぶん殴ることできるんで、はい、でぶん殴ってくるの2000、はいはい、クリボール最強かこれ。っあー強え、やばすぎ、めちゃくちゃ強いじゃん。で聖戦術の儀式の効果発動です。発動しますで1300、なるほど1300ですか。まあ、誘発あるかもしれないんで、一応このままバトルフェーズいきますか。はい、でこれ殴る、はい、でそして守備力がゼロ、何かありますね、何かしらのカードがある、ボールかな、ボール、まあ、ここのタイミングでボールか、まあボールしかないかほとんど。はいはい、ボール投げていく、大丈夫、そんなところで投げちゃって結局これ処理されるよ。はいはいはい、はい、オッケー、めちゃくちゃ強いやんけこのデッキ。もう相手何もできんだろ、無理だなこれ。相手手札3枚、クリボーラー投げた、レビオニアもう1枚もしあったとしても、あったとしても何も起きませんからねこれ。やっぱね、このなんかデュエルリンク世界でもうあまりにもぶっ壊れてるこのレビオニアっていうカードを、このカードの効果を無効化できてる時点でもうやばいんですよ。このデウスエクスクローラーっていうサンダードラゴンって、あのこのレビオニア通んなかったらめっちゃきついじゃん、多分カードが破壊できないから。めちゃくちゃ強いんだよねこれ。やっぱ永続的にそのなんだ、あ、モンスターの効果を無効にするというこういう効果、まあ、結局スキルドレインですね実質、まあ、絶対スキルドレインは辛いんでサンダードラゴンは、はい、レビオニア効果発動する、だから意味ねえっつってんだろ。で最終でサンダードラゴン、はいはい、いいよ、意味ねえっつってんだろ。レビオニアの効果意味がない。ちなみにさ、最近あのなんかあまりにも余裕すぎて雑談までできるんだけど、ランク戦とか、あと KC ファーストとか、ああすげえなこれ、モンスター効果発動だよ、はい、モンスター効果発動していく、いいよ、はい、それも効果発動できない、はい、お疲れ。ランク戦とか KC ファーストマジレベル低いよななんかさ、リンクスミンってさ、偏差値で言うとさ、ランク戦と KC ファーストの偏差値多分さ20くらいじゃない
偏差値絶対低いと思うんだよね。ランク戦の偏差値マジで特に低くて多分20ぐらいだわ、まあ、ちなみに俺は40ぐらい。さあお相手の方遊戯ボーイ、あなたの腕を試させていただきます。僕のターン、手札からバルハラ、ほうバルハラ、神の巨像バルハラね、はいはい、何できたの、伊達しかモンスター特殊召喚、あセプター、なるほど、ちょセプスロやめて、セプスロ、うわキモキモ、一緒初手バルハラセプスロキモすぎるだろ、お前さリミットに入ったらそんな簡単に決まることじゃねえぞ、それ来た、スローに来た、スローに来た、はい、アドバンス召喚インビシル、誰やねんお前、お前誰やねん、お前マジ誰やねん、え嘘、そんな何これ、何このこいつ誰、ちょっと待って、はあはあ、リリースしたモンスターの種類と属性によって低速機械属性はこのカードがフィールド上に表側表示で存在する限りフィールド上の魔法カードの効果を無効にする、え闇属性だとフィールド上のトラップカードの効果を無効にする、魔法カードの効果無効ってやばくない、魔法カードの効果は無効、これ全部無効なんだ、じゃあガチで誰、お前誰やねん、手札から泣いたショット、だそれも無効なんじゃないのそれ、お前自分でそのモンスターの効果把握できてねえじゃねえか、ふざけんな、お前自分でそのモンスターの能力把握できてねえぞ、絆の力、何一発受ける一発受けてく、2100ダメージ受けてく、ねえクリボールやばいか、これもしかして、もしかしてやばいか、これ裏風の精霊声、あ無理だった、裏風の精霊を持ってくることができなかった、とりあえず儀式の魔法をはいらないからこうして、でコズミックサイクロンぶち込む、で戦ライフ払ってそれを除外しようとするが、これも効果は無効になっていく、でスキル発動していく、儀式の使い手を使ってコズミックサイクロンをモンスターカードに戻し、そして儀式召喚です、聖戦術の儀式でーすおい、あの誰やねんモンスターめちゃくちゃ強えぞ、誰やこいつ、マジお前誰やねん、えやばこのデッキ、理解不能、ちょ理解不能モンスターだけどめちゃくちゃ強いんだけど、これインビシル、これもしかしてインビシル環境にぶっ刺さってるってこと、